街中から爆撃する、どっちが大活躍、意外と分かんないんだよ。福山さん、そろそろホームページ始めて1年になりますから。そうですね。これからの抱負とか、なんかありますか？ここに下で映っちゃって、これ何を作るの、そういったら聞いてくれても。ないならない。イラクの問題は、こうやってバーッて言って、イスラエルの問題とか、見越すからね。ああいうことも解決するのさ。皆さん、1年間、僕らは学生の時はイデオロギーの時代だったね。こんな俺、小林もこういうのじゃん。学生の時は、ね、ウィングのやつがいて、うちが的なやつで、視聴者もそこで、真面目な、真面目なっていうか、伸びれないっていう、不器用な、そして最後にはおにゃりと、マルコスの最初に考えてくれて、本当にありがとうございました。もちろん社長の時、でも昔はそんな議論してればよかったんだって。今はここにいる皆さんが一番ご存知のように、じゃあアマゾンの森林を焼くときって北のね、南北問題ですよね。先進国がそれは環境破壊だって言うけど、そこの村の人は森を焼いたら自分の子供を大学に出せられる、これ誰が解決するのか、この知性を磨かなきゃいけないのか、今のこれからのリーダーは。まあ非常にそのために俺は当選の時期があるというのは僕の。アメリカはそうですよね。軍人なんていうのはアメリカの国民が言ってるわけです。全部過去形ですけど、それはホームページ閉鎖するということなんですか？2年間、はい、まあ、2年間、4年間、戦争がなければもう、ありがとうございました。そういう人たちがですね、まあ、本ですよ。9割ぐらいがその補助を受けてる。ああいう使命が大きくなる、あれ読まないのかな、この言うおっしゃったの。やら、ああいうさ、ヨーロッパ鉄砲戦に出ている。あれがもうちょっと最終というまず、一番は僕自身が、はい、おしまいだよ、終わったよ、発信するものがなくなってしまったっていうのが本音ですよ。あれ持ってきましたね。あれでも百問百答とか、はい、おしまい。まあ、梁山泊の公演があるときにはいろんなコンテンツありましたけど、もっとね、もう疲れたプレスケ滑った。疲れたっていうことはないんですけど、全然疲れてないんですけど。俺分かりやすいんだけど、今月も一月、5月日記もなかったですし、まあ疲れた、どうしたんだろうって思われた方もいるでしょうけども、こういうふうなのかけるのでもあれがいいって人いる。僕の中ではそのターゲット決めてやっぱ出るもんじゃない。一月どころか1年でも2年でも音信がないっていうことは全然普通のことなんです。人と人の関わりにおいて、まず一番嬉しい、毎日日々日々なんかコンタクト、俺はそれで嬉しいわけ。なくちゃいけないっていうネットのその面白みだとしたら、僕はもう2年でも10年でも問いすぎてあれ確かに、うん、別に全然不安じゃないんです、僕っていう人間は。だからそこに読まれてるんでしょうね。今回、多分昨日かわかりやすい。これあれメールで松並の写真を載せるのやめられたら使わないと。紙面が汚れ、東京新聞の紙面が汚れますから。少々重荷になってしまった部分はあります。だから苦しいやろ。じゃあカメラに向かってさよならの挨拶をします。2人いるんだよ。東京新聞の見出しが下手だ。絶対セレリビが構成されどこにいても人は生きていきます。あ、そうですね。だって説明が古い朝日だけどね、グラフィックを意識した写真使う。人がこう正面向いてない写真使うんだけど、政治家だったりお会いしましょう。ありがとうございました。やっぱり芸大の天才みたいなやつをさ使うと